ご注意なのだ。よく読め。前回のあらすじ。原子力潜水艦を魚雷で撃墜しまくりました。さようなら母なる地球。てか鈴木さんはどうやって魚雷を処置していたんだ。普通に犯罪なのだ。皆さん、積んだハッピー、積んだもんなのだ。キリタンぽくへ、キリタンだぞ。なんだかんだ、今回でパート11。今日も意味不明な爆弾たちと戦っていくのだ。さて今回は、どんな爆弾が出てくるかな。AM6 時27分。むむ、今回は随分早朝なのだ。何これ。急におしゃれムービー始まったぞ。しかもこれ動画撮影じゃなくて、静止画をつなげたストップモーションなのだ。めちゃくちゃ手間かかってるじゃねえか。時たま本気出してくるのやめろ。もしかしてスタッフは鈴木爆発を利用して動画演出を試しているのでは。だとしてどこにフィードバックするんだよ。ここでこの音ってことは爆弾登場なのだ。一体何が爆弾。爆弾シャドウ。影の爆弾ってなんだよ。スタンド攻撃かよ。ともかく解体。影とは一体。なんか偉いことになってるな。現代アートみたいだ。もうすでに爆弾影じゃない剣について。お、ハサミと新刊だ。ってことは今回はこのギミックを解除したらもう終わりってことか。とりあえずいろいろ調べてみるのだ。ここはどう。お前の顔には裏表はあるか。私にはある。ない。人間なんていないのだ。でおい、ちょっと待て。この画面、今回の答えのヒントだぞ。新刊のシルエットにタイマー表示。つまりこれは新刊の正面を表しているのだ。ってことはこのハサミが狙っているのは新刊の左側のコードだ。だから左が切れると爆発するってことなのだ。つまり今回の正解は右のコード、 QED 照明完了なのだ。お、なんか今回はすっきりと答えが出せたな。じゃあ答えを覚えておきながら引き続き爆弾を調べていくのだ。退屈だ。破裂したい。一人で勝手に破裂してろなのだ。感じる。思い切りハメを外したいんだ。なあ、そう思うだろ。それでこっちを巻き込まないでくれ。チクッタクッチクッ。トンカチを叩こうとしている。トンカチ。ああなるほど、振り子はここを狙っているのだ。でも今は届かなさそうだな。何かギミックを操作する必要があるのか。とりあえず今は他の情報も探すのだ。ん、一つ叩くと次のトンカチがまた次のトンカチを叩く。そして最後にお前が叩かれる。まだ見たまえ。トンカチは叩くために存在する。こいつめっちゃトンカチ言うじゃん。なんだかわからない。回してみよう。鈴木さんって困ったら回したがるのだ。でもまずは関係なさそうなネジから外していくのだ。このネジ表裏一体だけどどうやってネジ止めしてあったんだろう。てかそれ以前にこれ浮いてね。さて外せるものは外したのでこの謎のネジを回すのだ。回すたびになんか変なのが動くな。むむむ、よくわからねえのだ。とりあえず置いといて、次は振り子のネジを回すのだ。お、振り子装置が上昇したな。これで振り子をハンマーにぶつけられるのだ。お、ハンマーが動き出して、ネジが見えたのだ。あら？あれ？ハサミがコードを切っちゃったな。なんでなのだ。あ、爆発するよ。お、なんだこれ。なんかうねうねしてるだけで、特にこっちには何もないのだ。これは影が爆発したってことか。影がなくなって鈴木さんも消えたってことなのだ。そう解釈したらかなり怖い爆弾だな。しかしさっきなぜ爆発したのだ。映像を見返してみるとこうなってたな。なるほど、さっきの謎の装置はこの針から付箋を守る盾だったのだ。ということは攻略法は簡単、左右交互で守ればいいのだ。だよな。ということで早速リベンジといくのだ。では右をブロックして右のトンカチだけを動かすのだ。なるほど、振り子の高さを調節して片方ずつやっていくんだな。上手にやれば同時でもいけるらしいけど爆発のリスクがあるからやめておくのだ。危険を回避するのも天才の技なのだ。それって単に下手なだけでは。今度はバリアを逆にして左のハンマーを動かすのだ。確認。よし、しっかり防御も確認したので出てきたネジを外すのだ。さてこれを外し切ったらもう新刊かな。おお、ネジを外し切ったら影がバラバラになったのだ。さて真っ黒な新刊が出てきたわけだけど答えはすでに知っているのだ。ハサミが狙っていた左が外れ、つまり右が正解のコードなのだ。今回はメッセージヒントなしだったから見逃してると大変だったな。ではこれにて無事に終わり。やったぜ、爆弾影解体成功なのだ。しかし人の影に爆弾を仕込むとかやっぱり犯人はスタンド使いなのでは。し
ここまでやってきて一向に犯人像がわからないのだ。いやまあ、分かったところで何なんだって話ではあるけどさ。ま、今はそんなことは置いておいて、エピローグを見るのだ。短っ。てか、何なんだよこの演出。なんか全てが現代アートみたいな爆弾だったのだ。しかしまあ、本当にバリエーションだけは豊かだな。使い回しとかなしで、よくこれだけ題材を思いつくわ。むしろ題材を優先しているから、意味不明な爆弾ばっかりなのでは。確かに、そういう考え方もできるか。とはいえ、今日次にやる爆弾は、さすがに彼よりは理解できる内容だと思うのだ。と、断言できないのが、このゲームなんだよな。ってことで、その真実を確かめるために、早速次の爆弾へと進むのだ。AM0時00分。お、なんか珍しく霧がいい時間なのだ。なんかめっちゃ真顔だな。完全に虚無なのだ。あれ、いつもの自室じゃないな。どこだここ。この廊下の感じ、なんか船っぽいのだ。なんだなんだ、航空クルーズ中か。いや貨物船かよ。お、急にインド人出てきたのだ。これ中東の貨物船なのだ。観光でこんな船乗るわけないし、もしかして鈴木さん犯人に連れてこられたのか。さすが鈴木さん、冷静に身を隠したのだ。どんな状況でも柔軟に対応できる精神力はさすがだな。もう、後ろの木箱から何か音が。ハンドガン。なな、なんでこんなに大量の銃が。もしかしてこの船って武器を密輸中だとしたら、めっちゃヤバい船じゃん。もしかして犯人はシンジケートの幹部なのか。とりあえずこの奥に逃げるのだ。そこで鈴木さんが見たものとは。ただの何もない部屋で、逆に超怖いのだ。どうした。閉じ込められたのだ。てかなんでこんな怪しい部屋に入ったんだよ。見ただけでヤバいってわかるだろ。おお、なんだなんだなんだ。爆弾だ。この状況の爆弾って一体。いや、ドアノブかよ。完全に犯人の罠に引っかかった形なのだ。今回ばっかりは鈴木さんがアホだったな。でも引っかかったのは仕方ないので、冷静に解体していくのだ。やっとお前を見つけた。ずっとお前を見ていた。俺以外の男はみんなクズだ。お前以外の女もみんなクズだ。加藤浩司さんのメッセージかな。鈴木さんの旦那さんなのだ。という無駄情報は置いておいて、ここはもう何もできなさそうだから奥へと進んでいくのだ。リングがパズルになってる。わざわざ組閣ってことは、パズルメインのステージみたいなのだ。何よ。また手紙を書いておいた。いつものように隠しておく。お前はこうされるのがことのほか好きだからな。探し出して読んでくれ。確かにプレイヤー心理としては、読むのが楽しみなのだ。でも、犯人からそう言われると、ちょっとムカつくな。さて、リングのパズルに挑戦してるけど、さっぱりわからねえのだ。見る限りは、ただぐるぐる回ってるだけだな。とりあえず一旦略回ししてみるのだ。お、緑の部分だけ動いたぞ。なるほど、今の動きで、このギミックを理解したのだ。マジかよ。このパズルは、緑のこの部分を、金と銅のこの部分に引っ掛けて動かすギミックなのだ。なるほど、出っ張りを押し合って、おのおのの空白の位置を合わせるわけか。では動かし方も分かったので、早速このパズルを解いていくのだ。おっと、ここにほんのちょっとメッセージが見えるから、まずはここを見られるようにしていくのだ。割と苦戦してて草。ちょっとずれたの直しただけだから。さて、メッセージが見られるようになったな。この爆弾は単純だ。回転するハサミが片方のコードを切断すると爆発する。したがってハサミが狙っていないコードを切ればお前は助かる。ゾクゾクするぜ。また会えると思うとな。つまり今回もハサミが狙ってない方のコードを切れってことだよな。答えは分かったけど、無駄に長い文章だったのだ。おっと、ここにもメッセージの一部が見えるのだ。一応こっちも見ておくのだ。答えが分かった今、楽なこと書いてないと思うけどな。でも見つけた以上はスルーできないのだ。悲しいさダメなのだ。もう来ないで。また痩せたな。嬉しいぜ。肩の尖った女が俺の好物だって知っていたんだな。そのまま骨になれ。やっぱりネクロフィリアじゃないか。もしかして爆破して余計な肉を剥ぎ落とすのが目的だとしたら相当偏屈だな。とにかくこんな奴の思い通りになりたくないのだ。さっさと爆弾を解除しておさらばするのだ。ってことでパズルを動かして今度はネジを外していくのだ。しかし動きの法則が分かればここはそんなに難しくないな。唯一難点があるとすれば、見ている人にとにかく伝えにくいギミックだったのだ。はい、というわけで第一関門突破なのだ。さて次はどんなパズルが来るかな。
お、なんだこれ。さっきの応用みたいなのだ。ま、とりあえず回せばわかるのだ。いつもの。ふむ、ここも緑が動くみたいなのだ。お、ネジだ。おや、もう外せるのだ。残念ながらこの隙間では外せないみたいだな。やはりそう簡単にはいかないのだ。お、何か赤いのが隙間に落ちたぞ。お、どうやらこれがストッパーになって金色が動かせるようになったのだ。じゃあこのへこみをネジのところまで持っていくのだ。お、上に行ったら赤が緑に戻ったな。これでまた緑だけ動かせるようになったのだ。あとは緑のへこみをネジまで持っていってネジを外すだけだな。では同じ手順で反対のネジも外していくのだ。最初こそ戸惑ったけど、起爆装置がある以外は最初のパズルより簡単だな。ふふ、この程度のパズルで積んだもんを止められると思ったら大間違いなのだ。さて、この調子はいつまで続くかな。おお。よし、これで第二関門も突破なのだ。さて次のギミックだが、新関が見えるし、ここが最後のパズルみたいだな。とはいえ、やることは今までと変わらないのだ。確かに、変なハサミがある以外は特に変わったことはないな。お、メッセージなのだ。まだ時間に余裕もありそうだから見ていくのだ。なぜ俺に黙って髪を切った。髪の短い女は嫌いだ。もういい、お前には飽き飽きした。いや知るかよ、お前の髪フェチを押し付けるな。でも鈴木さんって髪は切ってないのだ。全体的には整えるとかでもダメなんだろきっと。まあバカなメッセージは置いといて、サクサクっとネジを外していくのだ。しかしギミックも単純だし、時間も余裕だし、大したことないな。ここ最近はずっと難しかったから、このぐらいのレベルでちょうど落ち着くのだ。髪切った。二人解体のたまにはいいのだ。お、またメッセージだ。は、全くおかしな女だ。お前が相反する言葉を二度言う時にはとっておきの秘密がある。だが俺にはわかる。必ず一度目と本心で二度目が嘘だ。何、俺知ってるよアピール。あ、髪切った。しかし変なメッセージなのだ。鈴木さんにそんな言動あったっけ。さあ、犯人にはそう見えてるんだろ。危険な文章は無視して、残すネジはあと一本なのだ。そろそろハサミも危ないわ。大丈夫か。心配ご無用、逆回しにしてハサミを押し戻すのだ。あれ、おい何やってんだ。早くハサミを戻せ。もほもしかしてこれハサミが戻せないタイプ。おお、急いで逆回しにして残りのネジを外さないと。あ、いや大丈夫なのだ。実はこれが正解かもしれない。さあ次にはクリア画面なのだ。いや、爆発が長い。長い割には地味な爆発だったのだ。密輸業者と心中しただけなのだ。こっちはお前のくだらねえミスで心中することになったんだが。だって反対に動かないってわからなかったんだもん。仕方なかったんだもん。まあ結局これも一筋縄ではいかない爆弾だってことだな。しかし種は分かったのだ。次は華麗に解体してみせるのだ。ほう、じゃあ見せてもらおうか。ということでさっきのところまで戻るのだ。ハサミのところまで戻ってきたのだ。ここのパズルは至極簡単で、ゆっくりとハサミを追うようにネジを外せばいいだけなのだ。まあ押し返せないしな。簡単だけど一回外す順番を間違えるとさっきみたいに炭が発生しちゃうのだ。なんだかんだクリアのギミックだったもの。さすが終盤ステージ。うっかり一回失敗しちゃったけど、これにてギミック全制覇なのだ。そしてようやく新館エリアに到着だな。ではハサミは狙っていなかった赤のコードを切断して、この密室から脱出といくのだ。やったぜ、珍しく硬派なパズルステージ。サクッとクリアなのだ。とは言ってもパズルの中身自体は雑魚だったけどな。まあぶっちゃけギミックを理解する芸だったのだ。ギミック構造は全て同じだったし。なんかめっちゃ息上がってるけど、解体するだけでそんなに体力使うか。解体はスポーツだった。危機一髪ってところね。鈴木さん、誰？え、本当に誰だお前。まさかの犯人登場なのだ。この人が変態犯人。私は伊藤。どうも、ズンダモンです。あ、東北キリタンです。って、伊藤って本当に誰だよ。あなたはなぜ爆弾を解体し続けるの。確かにそう言われると、なんで鈴木さんの爆弾を解体しているか全然わかっていないのだ。実は何か深い理由でもあるのかな。
鈴木さんの解体を続ける理由。それは、それは、また次回。いや、次回なんかーい。次回予告。無事ドアノブ爆弾を解体した鈴木さん。だが、それは全ての始まりに過ぎなかった。突如目の前に現れた伊藤さん。彼女が全ての爆弾を過去にする。無限に続く爆弾解体の中で、鈴木さんがたどり着く場所とは、そして導き出した答えとは。終局、それは始まりの後に必ず訪れるもの。次回、続き爆発、最終話。結局最後まで何もわからない。いや、なんだよこれ。